リンクスタート。戦果としてはまずまずか。できればもう少し勝っておきたいところなんだけど、そろそろあいつとの約束の時間だからな。この辺りで切り上げるか。と、メッセージが来た。誰からだ。お兄ちゃん、今時間ある？ちょっと見せたいものがあるから、いつものログハウスに来てくれないかな。他のみんなにも集合かけてるんだ。よろしくね。まあ困ったな。先約があるんだけど。見せたいものってなんだ。何か企んでるのかな、すぐのやつ。ちょっと気になるな。待たせたかしら、キリト。あ、来たか。時間ぴったりだ。約束通りアルブヘイムオンラインの世界を案内するよ。ああ、そうだ。その前に、ちょっと寄り道していいか。別に構わないけど、どこへ？俺の仲間たちに紹介しとこうと思って。ちょうど今集まってるみたいだし。じゃ、行こうか。クイネラ。やったー！見事ボス撃破！みんなお疲れ様！お疲れ様でした。撃破数トップはクイネラさんですね。私も結構落としたんだけどな。届かなかったか、残念。クイネラさん、 ALO は初めてなんでしょ。それであの動きができるのはすごいと思う。大したことないわ。いえいえ、実に大したものでしたよ、お嬢さん。ああ、華麗に敵を蹴散らすその姿はまるで伝説の戦乙女のよう。例えるなら戦場に咲いた一輪のバラ。あ、もしよろしければフレンド申請などさせていただいても。ちょっとクライン、ナンパはやめなさいよ。クイネラさん困ってるじゃない。ナンパじゃねえよ。俺はただ彼女が少しでも早くこのゲームに馴染めるようにだな。だとしてももう少し自然体で誘えねえのかお前は。それにしてもクイネラさん、同じ学校なのよね。驚いたわ。ああ、これも何かの縁だしな。ALO の魅力をたっぷり紹介してやるぜ。ありがとう。面倒見がいいのね、あなた。まあ、基本的に親切だよね、キリト君は。彼自身にも少し興味が湧いたわ。え？今、なんて？ああ、みんな、そろそろ扉を閉じるよ。ログハウス前に戻ってきましたね。うん、話には聞いてたが、体感してみるとすごいもんだな、ガラクシアってのは。単なる再現映像とは思えないリアリティだった。でしょ。まあもちろんいろいろと制限はあるんだけどね。面白い使い方ができそうだから、もっとあれこれ試してみるつもり。なあリーファー。ん？何？俺実はまだ状況が全然把握できてないんだけど、今の戦闘は一体何だったんだ。いきなりログハウス前に扉が出現して、みんなでそれをくぐったと思ったらエネミーが出てきて、何かのイベントなのか。でもそんな告知なかったよな。キリト君、ガラクシアって聞いたことない？最近ザ・シード上のシステムに実装されてすごい人気を集めてる拡張機能なんだけど、
このところはずっと狩りに没頭してたからな。ああ、でもそういえば名前はどこかで見かけたような。 MMO Today の記事だったかな。ゲームにはあんまり関係ないと思って読み飛ばしてたかも。らしいといえばらしいけどね。じゃあ私が説明してあげる。新アドオンガラクシア、その機能は超高精度でお送りする過去のリプレイ。リプレイ？ほら、今までにもアルバム機能が使えるゲームはあったでしょ。プレイ中のワンシーンを撮影して記念写真みたいに眺められるようなの。ガラクシアっていうのはその範囲を体験にまで拡張して一つのシーンを丸ごと記録再生できる機能なの。視覚情報だけじゃなく VR デバイスで音とか衝撃とか匂いまで再現されるから、もちろん臨場感は抜群。それに加えて最大の特徴はね、再現された過去に介入できること。過去に戻ったつもりで行動すればそれに応じて状況も変化する。最新のコンピューターでシミュレーションしてるんだって。例えば失敗に終わったクエストを再現して成功に導いたり、その時はそこにいなかった人を参加させたりとかできるようになるんだよ。じゃあさっきの戦闘は、この間狩りの最中私がモンスターの群れに遭遇した時のもの。ガラクシアに私の戦闘データを記録しておいたから再現してみたんだ。その時はソロだったもんだから一方的にやられちゃってさ、悔しくてどうしてもそのリベンジがしたかったの。さすがにこのメンバーが揃ってると圧勝だったね。へえ、テクノロジーの進歩ってすげえな。本当にその場にいる気分だったぜ。公式から素材もいろいろ提供されるって話よね。過去の期間限定イベントやクエスト、特殊モンスターとのバトルが再体験できるとか。そうそう。なんだか楽しそうですね。うまくいかなかった過去のイベントも思い通りにやり直したりできるのかな。ちょっと興味湧くな。やってみるつもりならいろいろ教えてあげる。とりあえず今日のデータ送っとくね。気が向いたら触ってみるといいよ。ああ、サンキュー。またやり直したいクエスト思いついたらみんなにも連絡するから、よかったら付き合ってね。どうした、クイネラ。いいえ、何でも。 ALO の世界を案内してくれるのだったわね、キリト。行きましょう。ああ、悪い。そうだったな。じゃあみんな、また後で。眠い。結局調子に乗って夜中まで遊んじまった。もう少し寝てたいけど、テスト近いし勉強も頑張らないとな。おはよう。いや、クイネラ、昨日はどうも。よかったら一緒に学校行こうか。転校してきたばっかりでまだ慣れてないだろうし、近道とか教えてやれるぜ。信号次第で最短ルートが変わるから遅刻しそうな時に役に立つんだ。学校ね、こちらには転職という概念がないから、子供たちはみんな学校に通い続けるしきたりだったわね。何か言ったか。何も。昨日会った者たちも同じところに通っているの？何人かはな。別の学校のやつとか働いてる社会人組もいるけど、昨日のメンバーだとアスナ、シリカ、リスは同じだし、後で顔を合わせると思うぞ。それにしても随分と仲がいいよね。あの子たちといる時のお前は普段よりも力が抜けていたというか、いえ、むしろお前にとってはそっちの方が自然体なのかしらね。まあ付き合い長いし気の置けない仲間ってやつだな。そう。で、あの中の誰を生涯の伴侶とするかはもう決めているの？何を言い出すんだよ突然。
幾人かから好意を向けられているようだったから。私の見立てでは。ちょっと待った。待ってください、クイネラさん。なんでそんなことがわかるんだ。経験と観察。恥ずかしがるようなことかしら。アンダーワールドの貴族の中には女性を何人もはべらせているようなのもいるわよ。俺はリアルワールドの育ちなんだよ。アンダーワールドの、それも貴族様の価値観を持ち出されても。あれ、なんで君がアンダーワールドのことを。あ、もしかして最終決戦の時に集ってくれたプレイヤー。いや、でもあっちの貴族についてまで知ってるってのは。お前こそ何を言っているのかしら。この私がアンダーワールドのことを熟知しているのは当たり前じゃないの。そうか、言われてみればそうだよな。クイネラがアンダーワールドのことをよく知ってるのは当たり前だ。当たり前なんだけど、なんで当たり前なんだ。何なんだこの感覚は。何かがおかしい。クイネラ。そう、忘れちゃってても違和感を覚えることはできるの。それは一体どういう。おい、いきなり何するんだよ。しっかり反応できたじゃない。腕が鈍ったわけではないよね。俺の手にも剣。リアルワールドのはずなのに。なぜ。抵抗する権利を認めてあげるわ、ボーイ。だから私を楽しませなさい。あんたはかつてこうして戦った。思い出したぞ、アドミニストレーター。もう一つ分かったことがある。どんな事情であれ、あんたが生身でリアル世界に存在することは不可能。つまりここはまだ仮想世界の中なんだ。覚めたみたいね。おめでとう。機関車学校の転校生クイネラか。ありえないよな、そんなこと。そもそもあんたは死んだはずなんだ。一体どういうことだ。まさかあんた俺の記憶を改変。いや、それ以前にあんたは今本当にそこにいるのか。俺の見てる夢や誰かの仕掛けた幻じゃなく。何か言ったらどうなんだ、アドミニストレーター。この世界は確かアルブヘイムというのだったわね。さっきの石造りの建物がひしめく灰色の世界よりは緑の多いこちらの方が落ち着く。飛竜の背から眺めた景色を思い出すわ。剣を収めた。さっきも完全に消えている。いつまでそんな物騒なものを突きつけてるつもり、坊や。それともまさか誠意のない相手を切ろうというのかしら。あんたが何を考えてるのか俺にはさっぱりわからないんだけど。質問には答えてあげるわ。
私は夢や幻ではなく、ちゃんとここにいると言っても証明する方法はないし、私自身なぜこうなっているのか説明もできないのよね。不愉快な話だけど。何？気づいたらこの世界にいたのよ。最後の記憶はセントラルカセドラルでの坊やとの殺し合い。死んだはずか。そう、やはり私はもういないはずの存在なのね。2つ目、お前の記憶を改変したか。答えはいいえ。私はお前の記憶にも意志にも魂にも指一本触れていない。あんたじゃないなら、さっきまでの俺は一体なぜあんな。知らないわ。私がここに存在するようになった時、お前はすでに私のことを転校生である知人と認識していたもの。嘘をついているような印象はないけど。ならあんたは何してたんだ。なぜ俺と一緒にいた。何が起きているのか不確かだし、他にやることがあるわけでもないし、リアルワールドというものにも興味があったし、偽りの夢の中でまどろむお前をしばらく観察するのもいいかと思ったのよ。でもそのうち飽きちゃって。やっぱり相手に正しい記憶がないってのはつまらないわね。あんたがそれを言うのかよ。お前の場合、シンセサイズのような改変処置が施されたわけではなく、一時的な混乱の可能性が高かったから、ちょっとした刺激を与えて私を思い出すよう誘導すれば、それで正気になるんじゃないかって判断したわけ。その結果が今。そうすると、つまりあんたにも今のこの状況がよく分かってなくて、とりあえずおかしくなった俺を元に戻そうとしていた。そう言ってるでしょ。分かったよ。それについては礼を言う。いや、礼を言っていいのか。殺すくらいの勢いで襲いかかられた気もするんだが。冗談でしょ。本当にあの程度で殺されてくれるなら、お前も私も今ここにはいないわ。私の待望を阻まれることもなかったでしょうしね。褒めてるのかそれ。さあ自由に解釈しなさいな。とにかくここがアルブヘイムで、俺がまだログアウトしていないことは分かった。でもそうなるとさらにいろいろこんがらがってくるな。なぜアンダーワールドの住人がここにいる。どの時点から俺の記憶はおかしくなってた。一体どうしてこんなことになってるの。悩むのは勝手だけど、少しは周囲にも気を配った方がいいんじゃない。え？モンスター。あらあら大変、いつの間にかたくさん集まっちゃってるわね。何一人だけ離脱する体制になってるんだよ。手を貸してほしいの。当たり前だろ、この数に襲われたらさすがに。ならそれにふさわしい頼み方。お願いします、手を貸してください、アドミニストレーターさん。いや、汗かいた。そういえばこちらの人間は死んでも魂が元の体に戻るだけではなかった。それでもやはり魔獣の類は怖いものなのかしら。ペナルティがないわけじゃないんだよ。死を喜ぶ奴はいないさ。それにどうもこの世界に違和感があるんだよな。 ALO のようで ALO じゃないというか、ここでやられると一体どうなってしまうのかわからない。用心しておこう。今まで戦った奴らは大したことなかったけれど、もっと強い魔獣もいるの。ああ、何十人かでかからなきゃ倒せないようなの。ま、それはそれで興味深いわ。いずれにせよここは向こう側のお前たちが作った世界なのよね。もう少し見て回りたいから、お前
護衛と案内役をやりなさい。は？俺が？あんたの？なんで？助けてあげたからよ。恩はちゃんと返すべきじゃない？それにお前もこの世界がおかしくなった原因を調べたいでしょ。さ、そうと決まれば早速出発するわよ。おい待てよ。ALO の主な舞台になっているアルブヘイムには森だの山だの砂漠だの様々な地形が存在している。もちろん人が暮らしてる街もあるけど、基本的には自然が多く残された世界だ。そう、結局一緒に行動することになってしまった。まあアドミニストレーターが現れたり、俺の記憶がおかしくなったり、異常が発生しているのは間違いないんだ。一体何が起こっているのか確かめたいし、何より彼女から目を離すのは怖いからな。いろいろな意味で。何か言ったかしら？いいえ、何も。とにかく今世界の状況がどうなっているのか情報収集をしておきたい。まずは一番近い町を目指して。向こうから声が聞こえるわね。だから誤解なんだって。誤解。そうです。私たちは何の関係も。うるせえ、さっさとこっちに来い。揉め事みたいだな。どうするつもり？とりあえず仲裁に入るよ。プレイヤーなら何か情報交換もできるだろうし。よう、取り込み中悪いな。ちょっと聞きたいんだけど、あんたら。まだ仲間がいやがったか。構わねえ、数はこちらが上だ。まとめて叩きのめしてとっ捕まえてやれ。え、ちょっと待てて。おい、言っても無駄みたいね。私が少し遊んであげるわ。光栄に思いなさい。こっちはやり合う気なんてないのに。役に立つかな。振りかかる火の粉は払うまでよ。連続攻撃だ。おとなしくさせましょう。さあ成功。飛ぶわ。消し積みにしてあげる。逃げて。先へ行こう。できた。引き上げた。待てよ。言ってしまったか。話を聞きたかったんだけどな。助かった。怖かった。こっちは無事みたいだな。何があった？何かトラブルでも？そうなの、ひどいんだよあいつら。私たちがやったと一方的に決めつけて。と、お礼を先に言うべきか。助けてくれてありがとう。私はフーカ、この子はナビゲーション AI のネージュ。ありがとうございました。ネージュは事情があって大きめサイズなの。事情？ちょっとね。それで、あなたは？キリトだ。で、こちらのお姉さんが…クイネラ。キリトにクイネラね。いやー、ほんと助かっちゃった。
気だった連中に囲まれた時はどうなることかと思ったよ。強いね君たち。相当頭に血を上らせてたなあいつら。一体なんでこんなことに。この辺りを探索してたらさ、なんだかプレイヤーが集まってざわざわしてたんだよね。で近づいて立ち聞きしたところ、たちの悪い PK が出たとかいう話が聞こえてきて。 PK？ プレイヤーキラー、この世界の殺人者のことだ。 ALO では許容される行為だけど、まあそれでも守るべき礼儀や作法ってもんはあるからな。禁忌目録がないと不便なものね。禁忌目録？ああ、いや、こっちの話続けてくれ。うん、巻き込まれるのも嫌だったからそのまま立ち去ろうとしたんだけど、うっかり見つかって、その時なぜか PK の濡れ衣まで着せられちゃったの。コソコソしてるのが怪しい。さては PK もお前らの仕業だろうってね。それはまた短絡的だな。だよね。もういきなりすっごい決めつけようでさ。ねえ明珠。私たち本当に何もしてないんです。なのにいきなり食ってかかられて。なるほど、そうか、そりゃ災難だったな。あれ、キリトはあっさり信じてくれるんだね。いいの？まあナビ AI が嘘ついてまでプレイヤーをかばうってのは考えづらいし。ああ、なるほど。それに俺たちの方もちょっと話を聞ける相手が欲しかったんだ。なあ、この世界何かおかしくなってないか。というと、もしかしてキリトたちは何か妙なことを体験した？そうだな、記憶が混乱したり、 ALO にログイン中のはずなのにおかしな VR 世界に迷い込んでいたり、それに本来いるはずのないものに出会ったりね。そっか、心当たりがあるという表情に見えるわね。いやいや、そこまで大層なことじゃないよ。でも知っていることがあるならよかったら教えてくれないか。もらった恩もあるし、うん、私たちの知る情報を提供しましょう。ふうか、大丈夫大丈夫、私に任せとき。とりあえずもう少し詳しく自己紹介させてもらうね。私の名前はふうか、 ALO のプレイヤーではなく、とある拡張機能開発のために雇われたテストプレイヤー。そしてこっちのネージュはナビゲーションピクシー兼開発のお手伝いをしていたサポート AI です。開発サポートのため今はアバターのサイズを変更してもらっています。へえ、そんな調整が入ってるんだ。それで拡張機能っていうと、思い出のシーンを再体験、過去を今にする新体験、ガラクシア。ガラクシア知ってる？使ったことあるかな？ああ、過去を再現して体験できるんだっけ。すごい人気だって聞いたけど、君も開発に関わってたのか。まあね。いや、さっきも言ったように単なるバイトのテストプレイヤーなんだけどさ、正式版リリース後もバージョンアップのための開発は行われてて、私も引き続きそれに参加してる。で今日もテストのためフィールドに出てたんだけど、いきなりガラクシアがシステム異常を起こしちゃって、世界にノイズが走って目の前が真っ暗になって、気づいたらネージュと二人この近くの草原に立ってた。とすると今起こっているおかしな現象はガラクシアに原因があるってことか。その通りかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、どうだろう。ガラクシアに不具合が出てたのは確かなんだけど、全てがそのせいと言ってしまっていいのかどうか。原因は別にあって、その不具合も結果の一つに過ぎない可能性がある。そういうこと。私はプログラム関係全然わかんないんだよね。
どこがどう悪いのかとか見当もつかない。ネージもガラクシアがおかしくなった時にシステムとの接続が切れちゃってほとんどの機能が使えなくなってるみたいでさ。お役に立てずすみません。で、ところでキリタとクイネラにお願いがあるんだけど。ん？もしよかったら私たちのボディーガードをしてくれないかな。ボディー護衛ってことだな。そう、これガラクシアのテスト用アバターだからまともに戦えるキャラビルドになってないんだよね。さっきみたいなのに絡まれたり強力なモンスターに襲われると対処できない。そうですね、確かに道中一緒にいてもらえると心強いです。道中ってことはどこか目指す場所でもあるのか。テストルームに帰ることができれば一番いいと思ってるんですけど。ですよね、フーカ。そうだね。周辺の状態を確認して不具合レポートを作成しつつ戻れれば。テストルームってのはね、つまりテストをする部屋。情報が増えてないですよ。ガラクシアのテストと調整のためうちの会社が ALO 内に借りている領域のことです。開発拠点の一つで今もスタッフさんが詰めてるはずです。そうそう、多分この世界のどっかにはあるはずだから。あ、まあ送り届けるくらいは構わないけど。で、今この世界のどっかにあるって言った？場所がわからないのか？ナビピクシーがいるならテストルームの位置やそこまでの道順はわかってるもんだと。いえ、その申し訳ないのですけど、さっき少しご説明したように今の私はシステムから切り離されているもので現在地の把握すらままならないんです。マジか、そりゃ大変だな。とはいえ俺たちも迷子みたいなもんだし。フーカ、後ろから追ってきます。げえ、さっきのやつらか。執念深いな。しかも人数が増えてる。助っ人を加えて戻ってきたのか。とりあえず話し合ってみたいところだけど。追いついた。 PK の容疑者ってあなたたちね。痛い目に遭いたくなければおとなしく降参しなさい。リーファ。いや、でも何か様子がおかしくないか。おい、リーファ、俺だよ。わからないのか。問答無用。ダメだ、やるしかないのか。くそ、どうしたんだよ。落ち着け、すぐ。でも俺気づくのが遅くないか。ごめん、あれなんでわからなかったんだろう。他の連中は逃げていくわね。どうするの？ほっとこう。話ならリーファから聞けそうだしな。じゃあつまり PK の容疑者ってお兄ちゃん、キリト君なの？違う、後ろの二人。無実です。キリトも人が悪いよ。信じてくれたはずだよね。悪い。まあ冗談はともかく、あくまでまだ容疑者なんだろ。リーファももう少し冷静になってくれてもいいと思うんだけどな。私たちは本当に通りかかっただけなんです。心当たりが全然なくて。まあ確かにおかしなことしそうな人たちには見えないかな。リーファは何をしてたんだ？なんでこの二人を追いかける側に？
アシナさんたちと狩りしてたら目の前が真っ暗になって、気づいたら一人でこの辺りに放り出されてたんだよ。なぜかみんなと連絡が取れなくなってるし、周りに同じような人が何人かいたから、困ったな、どうなってるんだろうなんて話をしてたら、少し離れたところから誰かが襲われたとか殺されたとか、そんな話が聞こえてきて、一気にパニックが広がって、そしてなんだか意識にもやがかかったようになって。お前自身は PK の現場は見てないんだよ。うん、というかそれだけでこの人たちを容疑者扱いして襲いかかるなんて、今考えると過剰反応だよね。ごめんなさい。ううん、いいのいいの、分かってもらえたら。こんな不具合過去になかっただろうし、私も含めてみんな冷静さを失ってたのかな。何にしてもそろそろ場所は変えた方がいいんじゃないかしら。また面倒なのに見つかるわよ。そうだな、少し移動するか。モンスターの気配もあるけど、このくらいなら突破できるだろうし。あ、じゃあ私に任せて、キリト君。空から先導するよ。みんなこっち、そのまままっすぐ。はあ、ここまで来ればもう安心かな。はあ、疲れた。リーファもみんなもお疲れ。ほんと今日は走りすぎ、こういうの慣れてないんだよ。また今度一緒に特訓しましょうか、フーカ。落ち着いたところで話の続きだけど、そもそもキリト君たちはどうしてここに？あー、そっか。クイネラさんと一緒に行動するうち、フーカさん、ネージュちゃんに出会って手を貸すことになったと。あのさ、リーファ、妙なことを聞くようだけど。ん？何？お前、クイネラとは初対面なんだよな。ん？うん、そうだよ。もしかしたら ALO のどこかですれ違っているかもだけど。初対面ですよね。そうね、あなたにとっては。だけど。え？話をややこしくしないでくれ、クイネラ。おそらくみんなでガラクシアを体験したり、リーファからデータをもらったのは現実にあった出来事。ただし俺が転校生アドミニストレーターをみんなに紹介したのは現実ではなく、再体験時に追加された幻。つまり俺はどこかのタイミングでガラクシアを起動し、リーファからもらったデータを読み込ませていたんだ。しかしそこでシステムに何らかの異常が発生した。おそらくはその影響を受けて俺はガラクシアについての記憶を失い、一緒にいたアドミニストレーターと共にデータに記憶された過去を再体験し、そのままそっちを現実だと思い込んでいたか。お前は私、現実にはいるはずのない存在に対して転校生という役割を与え、頭の中で辻褄を合わせたのよ。無自覚のうちにね。人間の頭脳って時に面白いほど柔軟で優秀なの。情報の喪失によってエラーが起こりそうになると勝手に補完して対処する。補足どうも。俺については多分そういうことなんだろう。でもいや、なんでもない。まだ疑問のすべてが解決したわけじゃないんだよな。彼女、現実にはいるはずのないアドミニストレーターはなぜ今俺の目の前に存在しているんだ。これについては単なるガラクシアのシステム異常では説明できないさ。何の話をしてるの、二人とも。異常事態でちょっと俺が混乱してたって話。もう大丈夫だよ。アドミニストレーターとの関係についてはリーファに説明しようがないな。しばらくはゲーム内の知り合いで通すしかないか。それにしても困ったよね。いつ頃元に戻るのかな、これ。ガラクシア関係者さんのご意見は？わかんない、フーカ。それ自信満々に言うべきセリフじゃないですよね。いやいや、
私たちバイトのテストプレイヤーとお手伝い AI よ。開発プログラマーとかじゃないんだから、ま、別に焦ったり悲観的になる必要もないでしょ。すぐに修正されるよ、きっと。ガラクシアのシステム異常が原因ならテストルームに行けばスタッフさんから今後の見通しを聞けるだろうしね。なら私もご一緒しようかな。構わない？もちろん。むしろ助かります。ありがとうございます。うん、よろしく。さて、おしゃべりはそろそろいいかしらね。ずいぶんと時間を食っちゃったから、そろそろ経つわよ。私はもっとこの世界を見て回るんだから。はいはい、音もしますよ。私も世界をあちこち探索しまくって不具合レポートを山ほど出せばバイト代上乗せされたりするかな。現金な。まずはできるだけ寄り道せず戻りましょうよ、風花。うぅ、歩いても歩いても街が見えてこない。グロッケンの街どこ？というかここどこなの？風花！風花次郎やーい！一緒に狩りしてたはずだったんだけどな、どこに消えちゃったんだよ。いや、とりあえず冷静になろう。私もしかして風花から見たら消えちゃったのは私の方なのかも。だってこの辺りの地形全然見覚えないし、これ私だけ強制転送されたってこと？もしそうなら何かの突発イベントだとしても、知らない場所に一人で放り出されるのはやっぱり心細いな。ふか、ピトさん、エマさん、誰かいないの？うるさい！まあでもそうだね、マイナス思考は良くない、何も生まない。前向きになろう。これがどんなイベントであったとしても、敵を殺せるだけ殺したら何か進展があるよね、多分。敵発見。リロードするよ。リロードするよ。リロードしなきゃ。やった。周りの敵は倒したけど、まだ集まってきそう。どこか戦いやすい場所ないかな。うん、見つけた。リロードするよ。リロードしなきゃ。リロードしなきゃ。敵発見。
私が全部片付けてやる。見つけた。任せて。囲まれてる。カズの暴力ってずるいな。とりあえず拠点は確保したけど、ここから籠城戦か。何体ぐらい道連れにできるかな。あれ、向こうに人影。誰か来た。いやでも人型モンスターかもしれないし、プレイヤーであっても味方だとは限らないよね。どうしよう。戦いの気配がして見に来たけど、誰かが魔獣に襲われてるのか。女の子かな。いや、むしろ女の子が魔獣を襲ってる。見たことない武器だけど、飛び道具。すごい身のこなしで一体一体確実に倒してる。あんな動きができる人、上級修験士でも見たことないぞ。火星に無勢か。よし、決めた。火星しよう。ここに来て初めて見かけた人間だしね。とりあえずあの武器の射線に入らないよう注意しながら、敵の包囲を外から切り崩すか。魔獣の注意を引きつつ、木を見て群れの真ん中を突破し、あの女の子と合流ね。これで行こう。せっかく話のできそうな人が見つかったんだ。この機会を逃す手はないよね。さあ魔獣ども、お前たちの敵はこっちにもいるぞ。はあ。よし、敵がひるんだ。ここを一気に囲みを突き切って。あ、まずい。彼女が飛び出してくる瞬間と勝ち合ってしまった。これじゃあまるで僕が剣で襲いかかろうとしたみたい。あのうぎゃー、やっぱり敵だった。待って、誤解なんだ、誤解。来るな。参ったな、話を聞いてもらえそうにない。仕方ない、ちょっと強引に行かせてもらうよ。エンハンスアーマメント。何これ、機動力では勝てそうにないからね。逃げられても困るし、とりあえず地面と足を凍らせ。待った、もう戦う気はないから、その武器を下ろして。凍結弾ってわけじゃないよね。こんなの GGO では見たことない。もしかして魔法？なんだか妙な剣持ってるし、私 ALO の世界にでも迷い込んだ？何を言っているのかよくわからないけれど、君、名前は？レン。手洗い真似をしたのは謝るよ、レン。でも危害を加えるつもりはなくて、ちょっと話がしたかっただけなんだ。話？つまり気づいたらこの世界にいて、ここがどこなのかよくわからないと。うん、だからこの辺りのことを教えてほしいんだ。近くに町や村がないかとか。悪いけど役に立てそうにないな。だって私も全く同じ立場だもん。友達ともはぐれちゃったし。そうか。ねえ、君さえよければしばらく一緒に行動しないかい？危険な魔獣もいるようだし、ここはお互い手を組むのが得策じゃないかな。
うん、そうだね。協力しよう。ありがとう。あ、まだ僕の名前を言ってなかったね。僕はユージオ。よろしく、レン。セントラルカセドラルを登っていたというのは覚えてるんだ。ただそこで何があったのかは記憶がはっきりしない。で、ふと気づくといつの間にか一人でここに立っていた。そのセントラルカセドラルっていうのは町の名前か何か？氷教会の中枢である巨大な塔で、王都セントリアにあるんだけど、聞いたことないかな。うん、全然。ごめんね。そうか。何のゲームの話だろう。ファンタジー系？私あんまり詳しくないからな。フカだったら何か知ってたかな。本当はこんなことをしてる場合じゃないんだ。アドミニストレーターに打ち勝って、アリスを、いや、焦っても仕方ないか。何かのイベント中だったのかな。なんか役作りにどっぷりハマっちゃうタイプ。まあ悪い人でもなさそうだけど。君の方は何かこんな状況になった原因とか思い当たるかい？町の近くで友達と狩りしてたらいきなりこんなところに移動してて、正直何が何だかさっぱり。私は急ぎの目的があったわけじゃないけど、友達のことはちょっと心配だから、できれば早く再合流したいな。友達思いなんだね。無事だといいね。彼女が何かやらかしていないか心配で。あ、ならまずは人里を探して。人の声がしたね。ああ、もう来るな来るな来るな。これはちょっと逃げ切れないな。覚悟決めて戦うしかなさそうだ。とは言うけどさ、あんたこの数を相手にする自信あんの？戦うってのは行為や結果じゃなく意思なんだぞ。自信があろうがなかろうが、抗う気持ちさえあれば戦えるさ。アラゴって、まあ要は戦う気があっても強さは別問題ってことなんだが。ちょっといいこと言うなと思ったのに。知ってるだろ、俺っちは情報屋、特技はハイドとスニーク、正面切っての戦闘は専門外。ま、死にたくないから全力は尽くすけどな。ああ、もうなるようになれ。ほらモンスターども、かかってこーい。そこの二人、手を貸すよ。協力してこの魔獣たちを追い払おう。こちらに合わせて動いて。アルゴ、あの二人と合流するわよ。了解だ。まずは目の前のモンスターからだな。敵よし。愛を手に入れてほしい。なんとかこの向こうの二人に合流しろぞ。おっと、僕はユージオで、この子はレン。ありがとう。私はリズベット、こっちはアルゴ。とは、のんびり自己紹介してる場合じゃなさそうだ。まだまだモンスターが集まってきてるぞ。ここで戦ってたらいい標的だよ。安全そうなとこ探そう。敵を見つけたわ。おっと、やろう。
敵を見つけたわ。おっきいの行くよ。おっと、敵を見つけたわ。やりますか。安全そうなところって言ってもどこに向かうんだ。考えても仕方ないよ。とにかく敵がいないところに移動しなくちゃ。予想外の大物だな。落ち着いて呼吸を合わせて攻撃を集中させるんだ。みんなでうまく連携を取ればきっと勝てる。一時はどうなることかと思ったよ。ありがとう。レンとユージオだったわね。改めてだけど、私リズベット、メイス使い、本業は鍛冶師。俺っちは情報屋のアルゴ。火星が間に合ってよかったよ。無事で何よりだ。もう周りに魔獣はいないようだね。少し休もうか。やっぱりみんな同じなんだね。気がついたらここに飛ばされていたと。一体何が起こってるのかしらね。ねえアルゴ、何か気づいたこととかない？こうみんなが何もわからなくて困ってる時って情報屋の腕の見せ所じゃないの？無茶ぶりはやめてくれよ。突然こんなことになって俺っちも面食らってるんだからさ。ただ少しずつでも情報は手に入れていきたいところだ。レンちゃんのその装備 GGO のだな。うん、私は ALO やってたんだよね。狩りしてたら突然ここに飛ばされた。 ALO と GGO のプレイヤーが共に巻き込まれてるってのは、異常の影響がザ・シード・ネクサスのかなり広い範囲に及んでいるということだろ。で、何が原因かって話なんだが、実はこうなる少し前、ガラクシアのサーバーに異常なエラーが出てたらしいんだ。まあ、ガラクシアは知ってるか？ふか、友達から何か聞いたような。最近、ザ・シード・ネクサスのいろいろな VR ワールドに実装された拡張機能だっけ？過去のことをものすごくリアルに再体験できるとかいう。私はリーファにちょっとやらせてもらった。難しいことはよくわかんないけど、つまりガラクシアのせいでこんなことになってんの？証拠も根拠もないからまだ何とも言えない。ただあ
あの機能ちょっとうさんくさいんだよな。システムが完全非公開のブラックボックスだし、依頼を受けてとあるソフト会社が開発したんだが、なんでもそのクライアントがどこの誰だか全く不明なんだとか。ユージオさん？ああごめん、ちょっと考え事してた。おそらく僕は全く異なる別世界に来てしまったんだな。彼女たちの会話には未知の用語や概念が多すぎる。レンの武器と防具も僕の知っている鍛冶師や細工師では作れないようなものばかりだし、まいったな。つまり今度は僕がベクタの迷子ってわけか。キリトもこんなに心細かったのかな。キリト？うわ、びっくりした。あ、ごめん、大声出しちゃって。あ、それよりユージオ、今キリトって言った？キリトってあのキリト？どのキリトかわからないけど、僕の知ってるキリトは黒い髪、黒い目をしたアインクラッド流の剣士だよ。アインクラッド？じゃあやっぱりキリトだ。うん、その可能性が高そうだ。世の中狭いもんだな。君たち、キリトの知り合いなの？もしかして彼もこの世界に来てるのかな？それはどうかわからないけど、来てるなら合流したいわよね。キーボーってこういうわけのわからない状況ほど力を発揮しそうな気がするんだよな。ああ、それよくわかるよ。時々すごい決断力と底力を発揮するよね。こういう時にいてくれたら頼りになるだろうな。あれ？なんだか私だけ蚊帳の外？もちろん様々な規約が存在しています。ユーザーの皆さんの安全が第一ですし、ガラクシアだけでなく VR 対応のソフト、ハード、全てに言えることなのですが、五感に干渉できるからといってユーザーのありとあらゆる感覚を自由に操れるというわけでは。でもそれは倫理上の理由からあえて制限しているのでしょ。逆に言うと技術的にはそれ以上のことも可能と。違うかしら？それは、はい、その通りですけど。別に非難しているわけではないのよ。むしろ逆。人の感覚というのは非常に繊細で、しかも個人差が大きいものだ。にもかかわらず万人に意図通りの刺激を与えることが可能な機構というのはとても興味深くて。ねえお兄ちゃん、クイネラさんって脳や VR の研究者とか技術者なのかな？まあそういう仕事をしていたと言えなくもない。完全に順応してるな、アドミニストレーター。すぐに俺たちより詳しくなってしまいそうな勢いだ。知識に貪欲で、しかも理解が早い。だからこそアンダーワールドであれだけのことを成し遂げられたんだろうけど。というかクイネラ、そのくらいにしとけよ。明治は困惑してるだろ。キリトさん、大体あんたが最新技術の話題に食いつくのって不穏な予感しかしないんだよ。何に応用するつもりなのやら。あら、心外ね。純粋な好奇心よ。どうだか。で、あれ、なんか風花が向こうで手を振ってる。何か見つけたみたいですね。行ってみましょう。だよ、その目はよ。檻に入っているクラインを見る目だよ。おお、知り合いだったんだ。何をやってるの、クラインさん。いや、聞いてくれよ。知らない間に風林火山の連中とはぐれちまってさ。
一人でうろついてたら宝箱を見つけたんだよ。そしたら上から檻が降ってきやがってよ。トラップか。即死系じゃなくてよかったな。これ外から壊せるのかな。破壊可能オブジェクトだね。ちょい耐久力はあるけど。安心しなよクラインさんとやら。これならみんなで。あ、どうしたのキリト。いや、この手のトラップについてなんだけど、例えばさ、ダンジョン内のダメージ系や即死トラップは侵入を阻む障害になってるだろ。じゃあこういう生け捕り系のやつはどうだろう。どんな役割があると思う。ああ、おとりね。おとり？仲間が捕らえられれば助けようとするでしょ。まあそうだよね。つまり一人捕らえることでより多くの人間が集まってくる。すなわち獲物が増える。一定以上の知能を持つ魔獣ならこのくらいは考えそうね。だな。とするとこの後の展開は。モンスターです。四方から殺到してきます。おい、頼むぜ君の血を。俺の出番だな。今回は私に協力してもらうわよ、坊や。敵だ。ゲネイ！クラインが攻撃されないよう分散して敵を倒すぞ。了解。すまねえな、みんな頼んだぞ。行こう。
敵だ。とっておきだ。足一つな。お、すまねえな。男クライン、受けた恩は絶対忘れねえ。ところでキリトさん。お。このお嬢さん方は。そっか。風花にねえじゅ。あんたらもありがとな。うん、無事でよかったな。そして…クイネラさんとおっしゃるんですね。美しいお嬢さん、あなたの凛々しい戦いっぷり、このクライン心から感服いたしました。クラインさんって定期的にテンションおかしくなるよね。普通にしてたらいい人なのに。ああ、病気みたいなもんだしな。ああ、華麗に敵を蹴散らすその姿はまるで伝説の戦乙女のよう。例えるなら戦場に咲いた一輪のバラ。前にも聞いたわね、それ。え、褒めたたえるのはいいとして、言語感覚がチュデルキンと大差ないのはいただけないの。もう少し精進なさい。どっかでお会いしてましたっけ。あなたのような方にお会いしてたら忘れるはずが。あ、ちょ、クイネラさん、クイネラさん。面白い人だな。面白がっちゃ悪いですよ、風花。さて、先に進むか。ああ。確かに周りの様子が変だなとは思ってたけどよ。そっか、そんなことになってんのか。元に戻るまでどのくらい時間がかかるもんなんだ。見当もつかないな。こんな不具合前代未聞だろうし。ネージュちゃんたちにもわからねえのか。開発関係者なんだよな。と言っても私の役目はあくまでサポートですし、風花は風花でテストプレイヤーという外部協力者でしかないので、テストルームに常駐してるスタッフさんはいるはずなんですけど、システム障害のせいでここからは連絡が取れません。マジか。すみません、お役に立てず。いや、悪い、責めたわけじゃねえんだ。責任感じなくていいって。ピンチな時ほど明るく明るくな。はい。そういえばテストプレイヤーってどんなお仕事なの。一般的にはプログラムが使用通りに動くかどうかの検証ですね。実際に使ってみて不具合が起きないかを確かめます。ただ私の場合はちょい特殊なんだ。あ、風花さん戻ってきた。どこに行ってたんだ。ちょっと先の様子を偵察に。と言っても、見渡す限りずっと草原だったけどね。ということは、この先まだまだこの変わり映えのしない景色が続くということね。飽きたわ。そろそろ町か村が見えてきてもいいような。やっぱりこれ、
マップそのものが大きく変化しちゃってる？あんまり考えたくないけど、そう思っておいた方が良さそうだな。まあ、どこかに行き当たるまでこのまま進むしかない。飛竜がいればひとっ飛びなのに。うわ、不機嫌そう。風花の話が途中だっけ？何が特殊なんだ？ああ、少しばかり変わった体質なんだよ、私。過剰適合って言葉知ってる？聞いたことあるような。VR に対する適性の話だっけ？そう、広い意味では FNC フルダイブ不適合に分類されるんだけど、適合が不完全なんじゃなくて、適合しすぎたせいで開発側が想定した以上の能力を発揮しちゃうって症状。想定した以上というと？VR 世界に存在するものって本当は全てデジタルデータですよね。例えばそこに生えている木や草とかも、これはデータに対して人間の視覚では木や草として認識されるような処理を行っているわけです。そのあんまりいい言い方じゃないですけれど、ある意味ごまかしてるというか。でも風花は体質的にそのごまかしの先を見通せます。木ではなくオブジェクトの生データとして捉えることができる。ゲームではナビゲーション AI がモンスターやフィールドのデータを解析して教えてくれることがあるけど、つまり人間なのにそれと同じような真似ができてしまう。そういうことね。へえ、すげえじゃねえか。ナチュラルなチート能力だな。そっか、それでさっきクラインさんを閉じ込めてた檻が破壊可能オブジェクトだって一瞬で見抜いてたんだ。実際には見抜くっていうよりもう少し感覚的なもんだけどね。それにそこまで便利な体質でもないんだよな。例えばゲームなんかは素直に楽しめない。あれやこれやがデータとして認識されてしまうもんだから、風景やキャラのグラフィックがいくら綺麗に作り込まれていても普通のプレイヤーみたいに堪能できないし。風花のはかなり顕著で珍しい症状ですけれど、データを五感に変換する過程がうまくいかない人はたまにいますから。ガラクシアを作る際、開発部も対処を研究していたんです。そうそう、開発の初期から関わってたからかなり長い付き合いなんだよ。だから心配だし、早く戻って状況を確認したいんだけどね。そういや、一つ言い忘れてた。この先、確かに草原がずっと続いてるんだけど、その向こうにちょっと気になるものの姿が見えたんだ。気になるもの？何この声？魔獣かしらね。おそらく相当に巨大な。どうするよ、霧の爺。おかしくなってるとはいえ、ALO の世界なんだ。強力なボスモンスターがいても不思議じゃない。ただ、強敵であればあるほど、見返りも大きいってのが相場だ。アイテムを得たり、新たな道が開けたりな。ここは慎重に準備を。殺すわ。お前たち、ついてきなさい。言うと思ったよ。降りるよ。ご苦労だったね。装備を拾ったわ。私の大きな敵見て。うお、でっけえ扉だな。さっきのボスモンスターはこれを守ってたんだね。どっかに通じてるのかな。キリト君、これ似てる。似てるって何？ガラクシア。ほら、
前に私がみんなを集めた時、再体験の世界に出入りするのに扉を通ったでしょ。これは多分出口じゃないかな。つまり今俺たちがいる空間が実はガラクシアによって作られたものだったってことか。で、俺たちは今までそこに囚われていた。これが出口だとして、どこに出ることになるんでしょうか。悩んでいるだけじゃ何もわからないの。進むしかないでしょ。確かにな。こりゃ見事な景色だな。宇宙の中に浮いてるみてえだ。でも私たちの知ってる ALO の世界とは全然違う。どうしてこんなことになっちゃってるんだろう。まさかあの光点の一つ一つがガラクシアのシステム以上で作り出された VR ワールドってことなのか。大きいのから小さいのまで無数にあるけど、こんな状態でテストルームの場所を特定できるのかな。風花のその過剰適合ってので目的地を見通したりとか。無理、そういう便利能力じゃないし。目の前のオブジェクトがちょっと変わった見え方をするという程度のものなので。そっか。どうするよ霧の字、あのキラキラしてんの一つ一つしらみつぶしに回るか。さすがにそれは勘弁してほしいな。歩くのにも飽きちゃったわ。一気に転移できないのかしら。ねえ、これから何をするにせよちょっと休憩しない？いろいろ起こりすぎて私頭痛い。まあそうだな。ただ周りの景色が壮大であんまり気は休まらないんだよな。あ、風花、フラフラしてると危ないですよ。平気平気、ちょっとその辺漂ってる VR 空間を覗いてるだけだし。広さはいろいろ、小さいのはアパートの一部屋分くらいの大きさからかな。どっかにいい感じの、あ、ねえみんな、ここ一休みにいいんじゃない。なんかおしゃれなコテージみたいなのがあるよ。コテージ？建物の種類で寝泊まりできる小さな家って感じかな。ゆっくり休める場所があるならありがたよな。どれどれ。お、あ、ケイト君、ここって。俺たちのログハウス。知ってる建物なんですか。ああ、間違いない。 ALO で俺たちが溜まり場にしてる場所なんだ。あ、そうか、ここは無事だったんだ。よかったね。なんていうか、馴染みのある場所だと心の安らぎ方が違うよな。しかし、こんな状況でここをあっさり発見できるなんてついてんな。見つけたの、私。お、ありがとな、風花。じゃあ、ここでしばらく休んでいくか。この先の探索にも拠点として使っていこう。賛成。もしかしたらアスナも巻き込まれてこの世界のどこかにいるのかな。だとしたらどうにか合流できれば嬉しいんだけど。